はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の高次方程式丸3をお送りします。で、まあ、この高次方程式も3本目になりまして、今回ね、大きな問題が1本ボーンとあって、そこに小問がね、5問入っているタイプになってます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回、まあ、1の3乗根って言ってすごく有名なね、やつを1個取り上げているんですけど、この問題が解けるのももちろん大事なんだよ。大事なんだけど、その前の知識をぜひね、覚えてほしい。なので、1番が始まる前にちょっと説明をします。で、まずこの3乗根って新しい言葉が出てくる。で、3乗根って何かっていうと、例えば今1の3乗根なんで、これね、 x の3乗イコール1、これの答えが1の3乗根です。だからほにゃららの3乗根って言われたら、 x 3乗イコール数字、その数字ねを解いたものと思ってください。これが3乗根で、いろんな3乗根ももちろん出てくるんですが、一番出やすいのはやっぱりこの1です。1の3乗根で、この答え、3乗だから答え3つあるんですけど、これはね、ぜひ暗記しちゃってください。で、1つは1です。もちろん1は3乗したら1になるからね。で、あと2つが、まあ、セットで覚えることができるので、これがね、2分のマイナス1プラスマイナスルート3 i です。だから2分のマイナス1プラスルート 3i と2分のマイナス1マイナスルート 3i、 2つ入ってるからね。だから1、2、3で計3つの答えになります。これは暗記しておいた方がいいです。で、その答えも暗記しておいてほしいんですが、なんでこれを解いたらこれになるかも覚えておいてほしくて、で、これなんでこうなるかっていうと、ちょっと矢印ばっかりごめんね。これ1をこっちに持ってきます。そうするとこうなるでしょ。で、これね、因数分解すると公式使ってね、3乗引く3乗になってるから、こうなります。これ公式使っただけで、これって今ここが掛け算でつながってるから、これイコール0とこれイコール0を解いた答えがこれになるのね。で、 x-1 ここね、イコール0を解いたらもちろんこれになるじゃんかね。で、もう一個の x2 プラス x プラス1、これイコール0を解いたのがこっちなんです。で、よくね、まあ、今回もオメガ使ってますけど、よく x だと1の3乗根の3つは1とオメガとオメガ2乗ってよく表されます。これも覚えておいてください。1とオメガとオメガ2乗です。で、これはですね、オメガがどっちでもいいんだけど、2分のマイナス1プラスルート 3i だろうが、2分のマイナス1マイナスルート 3i どっちでもいいんです。どっちかをオメガと置いたとき、それを2乗にしたら、その片割れが出てきます。で、今、オメガはね、この問題では、プラスバージョンがオメガって置かれてるんです。これのプラスが。で、これを2乗したら、これね、2乗したら、ちゃんと2分のマイナス1、マイナスルート 3i になるから。ちょっと今回動画のね、長さの関係上、省きますけど、いいかな？で、つまり、この1とオメガとオメガ2乗って置かれた時ね、これはこの1なんだよ。で、オメガとオメガ2乗っていうのは、ここから出てきた答えなんだと思っといてください。で、なんでこんな1番入る前に力説してるかっていうと、この知識をもろに使うんだよね、この後問題で。そう、だからね、ちょっと先に喋りました。いいかな？じゃあね、1番からいきましょう。で、まず1番、オメガ2乗でしょ？で、これもろです。すぐ終わる。なぜかっていうと、今、オメガをこう置いたんだよ。オメガをこうやってね。ってことは、オメガの2乗は、それの片割れが出てくるので、こっちプラス。じゃあ、オメガ2乗にしたら、必ずマイナスバージョンが出てきます。マイナス1、ここがね、マイナス
ルート3i です。はい、終了。もちろん、これがオメガって言ってるから、これ2乗しても構わないんだよ。ね、そして出てくるから、同じ答えが。けれど、元々の原理を知っていれば、そんなことしなくてもね、出すことができるので、まあもうね、こうやってやってください。で、次です。2番。オメガ3乗ね。で、これも一瞬です。答え1。終了。なぜかっていうと、もともと x3 乗イコール1、これを解いた答えがこれなんです。でしょ？ってことはさ、答えってもともとの x に代入しても成り立つじゃんか。だから、もちろんここに1を入れたら成り立つし、1の3乗イコール1だからね。オメガを入れても成り立つし、オメガの2乗を入れても成り立つんです。答えだから。ってことは、オメガを入れれば、オメガ3乗イコール1、もろでしょ。で、終了という感じになります。で、3番。入るかな。これちょっと説明で切ろうか。ごめんね。ごちゃごちゃしちゃうかもだから。ま、あんま、わかって、シンプルなってないけど。で、次3番、ここ行こうか。で、このオメガ2乗プラスオメガプラス1、これももろ終わります。速攻で。じゃあいきますよ。オメガ2乗プラスオメガプラス、思いました。オメガ2乗プラスオメガプラス1ですよね。これイコール0になります。なぜかっていうと、これまたね、ここの説明に戻るんですが、このオメガとオメガ2乗は、ここの括弧から出てきた答えっていう話をしたね。この1は、x-1 イコール0を解いたものです。で、こっちの青の方、一応書いとこうか。x2 乗プラス x プラス1イコール0。これを解いたら、答えがオメガとオメガ2乗が出てくるというふうに置いたのね、今。こうなってる、関係がね。ってことは、これの答えがこれなんでしょ。だからさっきと同じ。オメガとオメガ2乗をここに代入しても成り立つんだよ。答えだから。じゃあ、オメガを代入してみたら、オメガ2乗プラスオメガプラス1イコール0でしょ？って、もろっていうね。いいかな？こういう風に解いてください。で、ここまで下準備が終わったので、あと4号は速攻終わります。いや、今ここまでやったことを使って解くからね。だから、学校のテストとかの時は、ここがないことが多いです、結構。問題集とか結構あると思うけどね、こっちは。だから、テストでいきなりね、こっちが出てきた場合は、ここの下準備をまずしてしまう。どっかかもね、端っことかでもいいけど。で、解けば、問題なく解けますから。で、これもね、オメガ4乗、プラスオメガ5乗です。で、これね、くくり出しを今からするんですけど、オメガ4乗でも出してもいい、多分いけると思うんだけど、これね、オメガ3乗で出します。ごめん、ちょっと4乗出したやつまだ俺やってないんでわかんないんですけど、そうすると、こうなる。意図的に全部出さないで、3乗だけ出すの。こっから3乗取るとオメガ残るしね。こっから3乗取ると2個残るから、オメガ2乗が残ると。で、なんでこんなことしてるかっていうと、オメガ3乗って1なんだよ。ここ、1。あえて書こうか。1ね。かける、オメガ足すオメガ2乗ってどうするかっていうと、これね、これもろに使います。これ、プラス1だけ右に持ってくると、ちょっと順番違うけどね。こうなるでしょ。1を右に持ってくるとね。ってことは、ちょっと順番が変わってるけど、オメガ2乗プラスオメガ、この部分はマイナス1なんだよね。これで。だから、マイナス1。で、あとは1かけるマイナス1なので、答え、マイナス1となります。いいね。で、ラストです。で、5番が、オメガの12乗。で、これは、まあ、指数の分解すると一番楽かなと思うんですけど、オメガ3乗って使うことができるじゃんか。だから、12乗もね、オメガの3乗の4乗にしてしまいます。指数っていうのは、3乗の4乗になったら3、4、12乗で戻るんです、こうやって。ね。だから、こうやって分解してしまえば、オメガの3乗が1。なので、1の4乗になる。つまり、1だよね。で、解くことができます。上から始めなくてもね、めっちゃ空いてしまって、申し訳ない。ちょっとバランス悪くなっちゃったけど。
なのでまあ途中でもねちょっと話をしたんだけど、テストの時にはもしかしたら抜くかもしんない、ここはないかもしんない。でもそうなったとしても自分でね 1,2,3 を下準備をして解けばいいと。でそのためにはぜひねここの知識をちょっとねごちゃごちゃしてるので頭の中でもう一回整理し直してもらうとすごく解きやすくなると思いますので、まあ、もしよかったらね参考にしてみてください。では今回は高校数学数2の高次方程式丸3をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でねこの高次方程式は丸5まで続けるつもりなのであと2本あります。なのでもしよかったらね次回の丸4の方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。